はやとマッハプロレスワールドへようこそ。本日はもう一人の燃える闘魂ケン・タジマについて触れてまいります。不可能を可能にしてきた男アントニオ猪木の数々の偉業はケン・タジマの存在なくしてありえませんでした。 GHQ に勤めていたケン・タジマの経歴は猪木アリセンの通訳としてはこれ以上ないほどうってつけのものでした。通訳としての能力はもちろんのこと、一歩も引かない粘り強さ、何事にも動じない肝っ玉の強さ、そしてどんな困難をも乗り越えられるタフネスさが要求されるからです。これら全てを兼ね備えたケン・タジマなくして猪木アリセンは成し得なかったのです。猪木アリセンを実現に導いた両者はその後もがっちりとスクラムを組み、さまざまな挑戦に挑んでいきます。門前払い同様の扱われ方だった NWA 総会において猪木や新日本プロレスの主張を正確に力強く伝えました。そしてローランボック主催のヨーロッパ遠征では藤原義明とともに不眠不休で猪木の手となり足となりました。そして忘れてならないのは IWGP という名称を生み出したのはケン・タジマ氏なのです。タジマ氏が長年携わった F1 グランプリからヒントを得たということですが、タジマ氏の NWA という組織に対する反骨精神から生まれた言葉のように思えてなりません。 IWGP とはアントニオ猪木の歴史であり、そしてケン・タジマ氏の歴史でもあるのです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はもう一人の燃える闘魂ケン・タジマについて触れてまいりました。